コールオブデューティーシリーズコールオブデューティーブラックオプスコールオブデューティーブラックオプスは FPS である COD シリーズの第7作目開発元は COD ウオ COD 2 BRO COD 3 COD ボブを開発したトレイアーク発売元のアクティビジョンから全世界で2010年11月9日に発売された日本では スクウェアエニックスから2010年に発売された。日本版は吹き替えと字幕版の2バージョンがあり、字幕版が2010年11月18日に、吹き替え版が同年12月16日に発売。なお、本作が日本国内でリリースされた COD シリーズ、そしてスクウェアエニックスとしては初のセロ、Z 指定作となる。また、 2012年9月より、マック版が、アップストアよびスティームにおいて、発売開始された。冷戦時、影で活動した CIA の元工作員、アレックス・メイソンは、何者かに捕まり、過去の秘密任務について白状させられる。彼は1960年代に、キューバやインドシナ、ソ連などで任務を遂行していた。尋問中、自分の脳裏を蝕む。 数字に関する様々な質問を投げかけられる。そのうち自分を洗脳したのはドラゴビッチだということを知る。数々の歴史上の事件の真実の裏でメイソンは戦友と共に隠された任務を開始する。今作のストーリーは終盤まで主人公にして語り手であるメイソンの回想で進行していく。各エピソードはメイソンの回想であり、 メイソンと尋問官のやりとりはミッション最中でも割り込まれる時がある。また、極秘裏に行われた作戦、記録に残らない選手ということを示すかのようにシリーズ関連のミッション冒頭の作戦詳細は大半が黒のマーカーペンで塗りつぶされ、判読不能状態に追いやられてしまう。前作より、 経済システムが追加され、経験値とは別の COD ポイントを稼ぐことによって、武器やパーク、アタッチメントなどを購入できる。経済システムとともにウェイザーマッチモードが用意されており、全員がマッチ開始前に COD ポイントをかけ、トップ3のみがそれを独占できるという文字通りのかけ試合が実装されている。ウェイザーマッチのルールは、 フリーフォー・オールをベースに以下のアレンジルールが発表されている。1台の PS3 または Xbox 360で2人までオンラインに参加できる。ただし、レベルを保つには、プレイヤー1人につき Xbox Live ゴールドメンバーシップが必要。149.99ドルで販売予定。79.99ドルで販売予定。 に存在しないものもある。また、登場する、中華器の名称が実中と違うものもあり、名称によっては別銃と、勘違いされるものもある音楽は、COD、ボブの、サウンドトラックを作曲したショーン・マーレーが担当。他に、ローリング・ストーンズの、悪魔を憐れむ歌を呼び、クリーデンス・クリア・ウォーター・リバイバルの、フォーチュネート・サンといった1960年代の曲が、 流れるシーンもある。エンドロールには、先ほどの悪魔を哀れむ歌とエミネムの、ウォントバックダウンが使われている。予告編及び欧米版コマーシャルには、ローリングストーンズの、ギミーシェルターが使用されている。木の出やトーンゾンビエレナシーグメン -115、ファイブゾンビウォントバックダウン。ありがとうございます。